はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、9月26日木曜日の更新チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、特にまあメンテもなく、シーズン更新告知も結局なくというね。まあ、おそらく変哲もない普通の更新なんでないかなと思うんですけど、ただね、まあもしかしたらなんか来てるかもしれないからね。はい。ということで、一応チェックやっていきたいと思います。まあ、イベントもおそらく30日までの短期、 まあ、4日間のイベントがだいぶ濃厚だと思うので、まあ、候補としては、まあ、ビクロ、アディチャレ、ブラリ、あたりかな。うん。まあ、このビットのどれかじゃないかなと思いますけど。ということで、まあ、もしかしたら30日更新の可能性とかもあるので、まあ、更新のね、あの、告知が来たりとか、まあ、そういうのもなくはないんでね、可能性としてね。はい、ということで、えー、しっかりと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、見ていきましょう。 なんでしょうね、イベント。ビクロがいいっすね。<laughs> ビクロでお願いしたいね、個人的には。はい。はい、ということで、ビクトリーロード。あー、優勝報酬の方か。なるほどね。<laughs> は,いは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 い。はい優勝報酬の方はね、まぁ、あ、累計プラスアルファ、まあその、資金ドロップ倍じゃないんでね。うん、まあ 資金ドロップ倍とかより資金は集まらないチケットもちょっとね、オーバーランした時の集まり方的には、まあ美味しくはないんですけど、まあでも、やりきる分には美味しいかな。うん。ということで、まあやりすぎないのも大事なんかな。まあちょっと難しいですけど、はい。とりあえず、まあビクトリーロード来たのはね、すごく良かったと思います。まあパネストでね、まあ資金不足になった人が多いと思いますので、はい。ここで復活しましょうということで、まあ、僕もちょっとやりたいなと思いますね。 はい。ということで、じゃあ、変更点見ていきますか。変更点1。えー、毎日10回分のボックスチケットがもらえるログインボーナス開催と。ああ、これ前回もあったような気がするね。うん。という感じですね。はい。で、ボ、ボ,ボーナス、えー、ごめんなさい。ボックスチケットを使って、ピ、えー、ビクトリーボックスを引こうと。うん。なるほどね。はいはいはい。あ結構、まあ、20美味しいですよね。<laughs> 20美味しいですね。はい。ありがとうございますと。さあ、あとは特にかなー 変更点にああ、スターターね。<laughs> 7回目がスターターに変わってますと。まあ、これスターター悪くないんじゃないかな。まあ、スターターじゃなくても85レギュラーとかなんで普通だったらね。まあ、レギュラー剣よりスターターの方がいいっていう人もね、まあ、いるんじゃないかなということで。まあ、これは決して悪くないかな。はい。まあ、上振れしたらね、あの、セレクトスキル持ちのカード出てきますから。はい。まあ、初心者の方とか特にチャンスあるね。うん。結構ね、ここから890引けると大きいんで、まあ、ぜひね、頑張って引いてください。 で、6回目がタイムスリップ顧問ね。まあ、最近よく配ってるね。復刻でもするんすかね <laughs> なんか、匂いますけど、次の TS 登場と一緒に復刻ついてきたりとかするんかなメダルとかでね。ちょっと怪しいですよね。ということで、最近多いね、顧問の配布がまたありますよと。はい。ま、なんかしら匂いますね、ここはね。うん。で、ここはもうちょっと省きますね。えー、ここは各自で、えー、出る選手はね、気になる人は確認してください。で変更点3。 優勝報酬で獲得できるボックスチケットが増量何が増えた <laughs> あー、これだからあれじゃないかな。今回の優勝ボックス倍だからっていうことでしょう。うん。多分そういうこと、そういう意味だと思います。はい。ということで、まあこれはまあ今回のね、特別なところですね。ということで、まあビクトリーロードね、お気に入りクラブ券4枚。まあ5枚かな。確かこの5回目もあったんじゃないかな。 5回目から6回目に確か1枚あるよね。うん。ということで、お気に入りクラブ券5枚ぐらいもらえるし、まあ、やり得ないイベントなんでね、しっかりとここはこなすようにしましょう。なんならこれ最後までね、ハッシュメイクとか結構回れると思うんで、お気に入りクラブグレード40以上からね、キラー狙ったりとか、まあそういう可能性もね、十分秘めてるので、まあ悪くないイベントだと思います。 はい。ということで、えー、それしか <laughs> 来ておりませんね。はい。ということで、更新。まあ、シーズン更新も10月末なんだろうね。そうなるとね。うん。まあ、明日とかにもしかしたら30日更新だったら告知来たりとか。まあ、なんなら前日告知来たこともあるらしいんで。<laughs> まあ、気は抜けないですけどね。はい。ということで、まあ、ビクトリーロードをしっかりとやっていきましょう。 まあ、ついでにちょっと解説でもしときますか、時間あるんでね。まあ、基本的にはね、まあ、3エリアあるんですけど、まあ、一番やっぱりね、まあ、こなしていかないといけないのはここかな。うん、ハードから、まあ、順にやっていくといいと思いますね。今回20何なんだろう。あ、ストライカーガチャ券か。前半生死痛効か作れてもいいような気がするけどね。<laughs> くれないね。はい。 ということで、まあ、まずね、まあ、そうね、ハート30をクリア目指していけばいいんじゃないでしょうかと。で、これ、初回報酬だけね、全エリア共通なんですけど、マモと回復薬あるので、まあ、少なくとも全エリアね、1回はクリアするようにしてください。で、今回はまあ、優勝報酬倍なので、基本的にはまあ、累計それぞれ取っていくのがまあ、ベストなのかな。うん。まあ、そんな感じしますけどね、こことかもね、まあ、ちょっとここね、 ノーマルのね、この10回目以降はね、75件がここにあるだけだからね、僕はあんま好きじゃないんですけど、まあでも今回だったら取ってもいいかな。40なんでね。はい。という感じで。まあ、イージーは全部で10個かな。うん。まあ、イージーはすぐ終わるだろうからね。まあ、こういうところをぜひね、しっかりと頑張ってやってください。で僕はまあちょっと消費、ちょっと目的でハードからやりましょうか。まあ、どこから始めてもいいと思うんすけどね。まだアビスパ川崎。 セレストとかですか。ああ。これ大体ですね、なんかイメージね。あくまでイメージなんですけど、もともと去年まで J1 って18クラブあったじゃないですか。だいたいね、J1 が毎、大体1シーズンで終わるぐらいは対戦相手出てくるんですよ。なので、今年で言うと、今何回目だまあ3回目ビクロ。まだまだこれから増えると思いますね。特にまビクトリーロードって周年、あ、周年じゃない、年末超えたあたりとかも結構来るんで、 まあそもそも今そんなに来る期間ではないんですけどね。まあ時には詰めてくる時もあるので、まあもしかしたら次のビクトリーロードはドロップ倍の可能性もあるのかな。で、来るとしたらどこでしょうね。まあ今9月なんで、まあ年末年始前ぐらいに来るんかな。まあもしかしたら来月来てるかもしれないけどね。まあ不定期なんでね、意外とね。うん。で、まあビクトリーロードはさっき言った通り優勝報酬のドロップ倍のパターンと今回ね、 で、もう一個、あの、ドロップアイテムのところが倍になるやつがあるんですよ。で、なんでドロップアイテムの方が倍の方がいいかっていうと、この資金ね、うん、この資金が、とかこのボックスチケットが倍になった方が、これ今30なんでマックス値もらえてるんだけど、これ倍の時で60もらえるんですよね。オーバーランとか周回結構頑張りたいってなった時に、こっちの方がね、結局ね、得するんですよね。ただ、 優勝報酬倍だったら、まあ、累計取り切る分にはそんなにね、大きな差は出ないです。まあ、それでもね、ドロップ倍の方がね、まあ、これはあくまで運が、運がね、結局味方するんで、まあ、ちょっとブレはありますけど、個人個人ね。まあ、そうね。大体ドロップ倍の方が、累計取り切っても大体増えるんじゃないかな。まあ、でもそんなに大きくは変わんないと思うんで、とりあえず、まあ、累計全部30、20、10かな。 やる分には全然損することはないんですけどね。まあ、ハード周回をだからオーバーランして例えばハード100、100、100周しましたとかだったら、ちょっと影響出ると思います。で、あとまあ、資金が単純に倍もらえるかもらえないかの違いもあるので、はい、そういうことです。で、あと、ビクトリーロードでもう一つ大事なところが、コインが絡んでるかどうかなんですよ。で、今回、コイン絡んでないんで、コインのバッグがないです。はい。 で、このコインのバックってどれぐらいでかいかっていうと、最終エリアのあの8回目以降は全部あのね、同じステージになるんですけど、あそこで16、道中でどれぐらいあるかな、合計100もないのかなぐらいあるので、まあそのオーバーランするときのコインで16バックがあるかないかっていうのも、ちょっとでかいかな。うん。なので、今回のビクロってタイミング的にはそんなにうまくはないです。実際。<laughs> 実際うまくはない。ただ、 パネソとかで資金使いすぎた人はは回復にはもってこいです、まあ、ただ、いつもよりはちょっと回復できないけどね、倍の時よりはね。まあ、それなりに戻ってくるので、まあ、集会は別にありかなと思いますね。はい。まあ、そういったところの、まあ、言ったらその条件下で言うと、うん、まあ今回、中の下ぐらいかな。うーん、まあ、下までは言わないですけど、あ、でも下かもな。<laughs> でも下だね、下。下だな。今、一番正直、周回得じゃないタイミング。 になってるのでここでまあやるべきかというのはね、しっかりと個人個人考えてください。まあたいなんか周年とか年末年始とか、なんかそういう大きな節目とかに関わるビクトリーロードはだいたいドロップ倍でコインもあるんですけどね。だから一番最高の状態で、まあできるのはたいまあ半月に1回は確定してるんじゃないかな。まあたい来るからね、ビクトリーロードね。うん。というタイミングを待つか、今やるかね。どっちかですね。うん。 まあ損とは言えないけどね。まあ得する部分多いですけどね。なんだかんだね。はい。ということで、うん、まあ、おしゃべりするとしたらそれぐらいかな。あと、まあ、ボックスの話もちょっとしときますか。せっかくなんでね。まあ、ボックスはね、いろいろ内容がね、そのエリアによって違うんですけど、まあ、特殊を引くと次に行けるんですよね。この次の木星というボタン解放されるんでね。で、基本的には、うん、まあ、ガチャ券とかしっかり取りながら行って行った方がいいかなっていうね。 まあ、特殊はもう論外なんですけど、まあ、例えばこの1エリアだったら、まあ、55以上ガチャ券とかね。うん。で、ホイッスルとかソックスに関しては、ー、うん、まあ、拾える分だけでいいのかなと。ただ、初心者の人とかホイッスルはね、結構積極的に拾った方がいいですね。なんでかっていうと、これはね、個数がね、限られてるんですよね、配布のね。なので、まあ、大体その、ある程度、歴とかが、まあ、伸びて、 伸びて,てがある程度長くなってきてまあそんなに育成する選手いない人は結構余していくんですけど序盤はねむしろ足りないことの方が多いですね。かキャンプで上げたりとかこういうホイッスルで上げたりというところで、まあ、どうにかねそのチャンスはやっぱり欲しいと思いますので。 まあ、ホイッスルは初心者の方とか、まあ、余してない方だったら、うん。まあ、それなりに取っていった方がいいかなと。まあ、ソックスはね、そんな気にしなくていいですね。で、あとは、回復薬とかも、まあ、拾えるだけ拾っていった方がいいかなっていう感じかな。で、あと、まあ、初心者の方とかだったら、ダイピースとかもね、まあ、欲しかったりするんですけど、あんまり、まあ、ここら辺で追うもんじゃないけどね。うん。っていうのも、まあ、最後に行ったら、ここら辺はね、まあ、同じ条件ぐらいで手に入るんで、まあ、そんなに気にしなくていいと思います。基本的に、このオレンジ塗りのところで何を取っていくか。 というところで考えていけばいいと思いますね。はいでエリアとかでバーってありますけど。まあ特徴的なところまあ、こういったお気に入り、クラブ件とかも絶対取った方がいいですね。うん。まあ,あ6もあるね。ここもねうん。 って感じですね。あとは、ま、さっき言った保スルとか、そういったのはしっかりと、まあ、考えながら行ってください。で、8以降になると、これ引き切りなんでね、全部150引かないとダメなので、まあ、必然的に、あの、ここら辺も手に入るんでね。ま、あこういう集会とかしてれば、こういうアイテムは結構溜まっていくかなと。ま、あそれこそパネストとかでね、アイテム打った人もいると思うんで、まあ、僕もそうなんですけど、ちょっと回復になりますね、ここね。はい。 ということで、ええー、まあ、ビクトリーロードの解説は、まあ、以上かなと思います。まあ、最近始めた人とかもね、いると思うんで、まあ、このイベント、個人的には、まあ、押してますけど、まあ、理由としてはね、やっぱね、初心者の方とかって、まあ、J クラってやっぱ下積みした方がいいと思うんですよね。下積みっていうのは何かというと、まあ、いっぱいイベントやって、ガチャ券いっぱい引いて、グローリー券いっぱい引いて、受け皿を広げていくと、キラーとかね、まあ、センス源泉とか、そういう機会を増やしていくっていうのが大事だと思ってて、僕はね。 まあ1年とかそれぐらいに振ってもいいぐらいなんですけど2年目とかに入ったらまあそれこそ選手とか求めていってでその1年目でしっかりと下積みして選手のセンスとかを整えて受け入れ体制を整え,整えた選手を拾っていくみたいな、うん、そういうムーブが結構いいと思うんですけどそうなった時にねこの1年目ビクトリーロードをしっかりやるっていうのは結構大事でさっき言ったとおり、まあ、アイテム類とかもあの手に入りますし、まあ、資金もそれなりに手に入りますし何がいいってねあとビクトリーロードしかないね要素としては こうやってね、回復薬がね、もらえるんですよね。で、やっぱりその普通のイベントって、バモとか使ってやったら、基本的に減るばっかりじゃないですか。でも、ビクトリーロードは回復薬でバックが返ってくるので、まあ、これをまたね、特に GP なんかはイベントで使ったり、まあ、BP もね、まあ、時にはイベントで使ったりとか、まあ、これは貯めといて、なんか自分が例えば、じゃあ、ライブ走るってなった時に、まあ、BP が必要なものだったら、まあ、これで浮かしていくみたいなね。まあ、そういったムーブとかもできるので、回復薬が結構もらえるっていうのは、 まあ、美味しいんですよね。単純にね。なので、まあ、バムを使ってイベントやって回復薬貯めて、まあ、その回復薬でイベントをやったりとか、ライブ走ったりとか、まあ、そういったのにしっかり使えるんでね。まあ、その、まあ、循環がしっかりできるイベントとして、まあ、の、え、第一先生貼ってるんでね、このイベントね。まあ、なので、まあ、個人的にはやり込み推奨はしてます。で、今回はさっき言った通り、ちょっとその組み合わせとか、まあ、コインがあるなしとか、まあ、そういったのを含めて、ちょっとやりにくいというか、まあ、その、ビクトリーロードの中でちょっとゲーぐらいで、 うん、評価せざるを得ないタイミングなんですけど、まあ、それでも、まあ、それなりにやる。まあ、類似は全部やるとかね。まあ、それぐらいは頑張ってほしいなと思いますね。はい。ということで、えーまあ、今回ね、更新チェック、ほぼビクロの話しかしてないんですけど、まあ、せっかくなんでね、なかなかいつもね、更新とかいっぱいあるとね、これぐらい詳しくお話しできないので、まあ、たまにはね、解説いいんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで、えー、今回の9月26日木曜日の更新チェックは以上となります。ぜひね、皆さん、30日までビクロ頑張ってください。 では、ご視聴ありがとうございました。今度失礼します。バイバイ。